存していこうということで、今の博物館としては運営しております。ところでですね、せっかく今日参加していただいたものですから、皆さんですね、ちょっと後ろのレンガをご覧いただきまして、このレンガの積み方、なんて呼ぶかご存知です？ご存知の方いらっしゃいましたら、はーいって。あ、そうですね。じゃあちょっと上げましょうね。この4つほど上げてあるんですけども、この積み方っていうのはね、イギリス積みと言います。長い長い長いというのがこうずらっと一列並んでて、短い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 っていうのがずらっと、その上にまた長い長い長いと、このような積み方をイギリス積みというふうに言います。例えばですね、フランス積みっていうのは、群馬県の富岡製糸場、あちらはですね、フランス人の技師の方が指導された工場なので、フランス積みになってるんですけど、一番美しいとされているのがそのフランス積みらしいんですけども、で逆にイギリス積みはどんな特徴があるかと言いますと、最小限の部材で一番強度が出るという特徴があるそうです。でここはもともと工場でしたので、美しさよりも、その身を取るというんですかね、強度を取ってこういった構造を採用しているはい、ちょっとね、レンガを見て、語ってやってくださいね、友達に、お友達に。はい、じゃあですね、1つ目がとりあえず終わりまして、2つ目に行こうと思います。2つ目はですね、また再び、部屋の中に入ります。どうも、お足元悪いところすいませんでした。どうぞ、こちらの方にお進みください。どうぞ、まっすぐこちらの方へ出かけます。どうぞこちらの方でございます。お集まりください。ガイドツアーの方はこちらの方にお集まりください。はい、こちらね、パンフレットの2つ目にあります、環状織機という機械でございます。この機械自体がですね、作られたのは1924年でございます。99年前の機械でございます。動き始めましたね。動きはですね、こんな風に動くんですけども、簡単に言うとね、織物を作る機械です。普通の織物の機械はですね、このシャットルという横糸が入った部品が左右に往復運動して織物ができてきます。ところがこいつはですね、このシャットルという部品がですね、傾いてこううねうね動いているリングの中をですね、回転運動して織物ができていきます。出来上がった織物は上側のようにですね、筒状の織物ができていますこれハサミで切って広げますと5メーター、非常に幅の広い織物ができます。この当時の普通の織機っていうのは幅がせいぜい1メーターぐらいの織物しかできませんでしたから、非常に効率がいいんですね。で作った理由もその効率なんです。往復運動しますと騒音が大きいですし、エネルギーも非常にたくさんいるんですよ。それがこのように回転運動だとどうですか、皆さん非常に静かですよね。私が喋っていても話が聞こえると思います。非常に静かで効率がいいということでこの電運動を採用いたしました。ところがですね、こいつは、市販はされることなかったんですね。なぜかと言いますと、大きく言って2つ理由がございます。1つはですね、その中の横糸、織物ができていくといつかはなくなりますね。それをですね、なくなったかどうかずっと見て、そして人間が交換しなくちゃいけなかったんですよ。これが一つの理由。二つ目の理由は、これ縦糸がたくさんあるんですけども、一本でも切れたまま機械が動き続けますと、上にできる織物に不良、そのあと不良が作り続けてしまうんですね。でこれが二つ目の理由です。でこの二つの理由というのはつまりどういうことかと言いますと、人がずっとこの機械を見張ってなくちゃいけなかったんですよ。でこんな静かで素晴らしい機械なんですけども、で作ってくださいよという話たくさんあったんですけども、ちょっとね、人がずっと見張ってなくちゃいけないような機械は売れませんということで、試験機止まりで終わってしまったということでございます。で我々の博物館は、研究と創造の精神、それからものづくりの大切さを皆様にお伝えしようということだもんですから、そのシンボルにはふさわしいなということで、このエントランスにですね、展示しているということでございます。はい、これがですね、2つ目の環状織機になります。
さあ、それではですね、3つ目、ちょっと長い名前の食器に行こうと思います。じゃあ、こちらの方にお進みください。どうぞ、こちらの方、まっすぐお進みください。こちらの方はもう、そして、行きますので、どうぞ、まっすぐお進みください。はい、道なりに進んでいきまして、ガイドツアーのお客様はこちらでございます。はい、この長い名前の食器ですね、ちょっと言ってみますね。無定式着替え式トヨタ自動食器、通称我々は G 型自動食器というふうに呼んでいる機械でございます。ちょっとね、説明いたします。この木という部品はですね、ここに積んである木の部品のことを言います。シャットルとも言うんですけども、この中にはですね、横糸が入っておりまして、この木の部品が、左右に往復運用することで、織物が作られていきます。で、織物ができていきますと横糸はいつかなくなります。この機械は横糸がなくなったら機械が自動的に、しかも運転を全く止めることなく、この木を交換してくれると、そういう機械でございます。で、実はもう一つポイントがございます。これ縦糸がですね、2570本あるんですけども、縦糸が1本でも切れたまま機械が動きますと、そこだけ縦糸がない不良の織物を作り続けてしまうんですね。この機械は、縦糸が1本でも切れますと直ちに運転を止めてくれます。つなぐのはね、人間がつながないといけないんですけども、つまり不良品は作り続けないという、そういう機械なんですね。そういったことで自動食器という名前がついております。で、パッと見たようにですね、古い機械でございまして、これが発明されたのは1924年でございます。で、こちらにですね、展示してある機械はその記念すべき1号機ということで、近代化産業遺産に認定されている機械でございます。はい、これが、3つ目でございます。でですね、4つ目行く前にちょっとこれを作ったのはですね、トヨタ作地というトヨタグループを作った人なんですけども、隣の4つ目ですね、もともとトヨタ作地という人はですね、もともとその設計者とか技術者とか発明家とかですね、もともとそういう人であったんですね。もともとですね、静岡県の大工の息子さんだったんですよ。で、じゃあそんな人がですね、こんな機械をできるように一番有名になったきっかけになったのが、この、トヨタ式気力食器という機械になります。発明されたのは1896年なんですけども、こちらにある機械はですね、1899年に作られたとても古い機械になります。特徴はですね、これまでの食器というのは手でね、基本的に手でこうビッタンバッタンと織物を作っておりました。手で動作させますので、どうしてもね、ムラができてしまったんですね、織物に。ところが、この機械はですね、蒸気機関の力で、上のシャフトを回しまして、このベルトを返してですね、この駆動を与えて、毎回毎回同じ動作をするんですね。そうしますと、出来上がってくる織物っていうのは非常に品質のいい織物ができたんですよ。で、当時三井物産という会社が海外にたくさん輸出する布を輸出するためにいろんな食服工場を回ってたんですね。その時に、この機械を発見して、すごい織物ができる工場があると。で、そこが使っているのはこの機械だと。で、この機械を設計したのはこの人だということでですね、一躍有名になったんですね。はい、だから豊田佐吉が有名になるきっかけになった機械でもございます。で、日本最初の本格的な動力食器だったんですけども、実は動力食器そのものというのはヨーロッパ製のものがね、すでにございました。ところがそれは全部鉄でできてたものですから、ものすごく高価だったんですね。こちらはですね、木をたくさん使ってですね、安価に抑えて日本の、業者が買えるように
設計されたもので、当時ね、非常に、ね、たくさん売れた機械でございます。はい、これがですね、今4つ目ですね、豊田式気力測器でございます。続いてね、5つ目、ガラ棒に行くんですけども、ガラ棒はですね、糸を作る機械でございます。ちょっとね、機械側をご覧になってください。糸は糸でですね、ガラの糸を作る機械になります。綿からですね、糸に作る作り方というのは、綿はもともと子供のような植物から取る繊維なんですけども、中には種とか形とかいっぱい入ってますね。これをですね、まずこのグリグリと、ノクロというもので、種とか、綿を分けまして、この分けた綿をですね、指みたいなもので、どん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 とこう、振動を分かれて、ふかふかにするんですね。ふかふかにしたものを、こちらのドリコという、綿にしまして、これをですね、この豆腐綿というものを使って、指をかけて、したのはですね、日本人です。ガウン時宗さんという、長野県のお坊さんがこれを発明しました。発明したのはですね、1873年で、残念ながらですね、この時はまだ日本には特許法というのがございませんでした。そこでですね、いろんな人がすぐに真似したんですね。で、真似をするとですね、もうちょっと頭のいい人がいまして、まあ、ずっと手で回していくのも大変じゃないですか。川の水の流れをね、水車を使って回したいという人が出てきたんです。で、これが、5番目の動力ガラ棒になるんですけども、この機械そのものができたのはですね、1931年、昭和の6年でございます。60年以上愛知県で使われていた機械になります。じゃあね、実際どんな風に動くか、見てもらいましょう。こんな風に動きます。水車の動力は、上側と下側に、動力分配されます。で、上側の方ではこの巻き取りと、引き伸ばしを行ってまして、この下の方のことで、寄りかけを行っております。で、寄りかけはですね、この糸が強くなりますと、なりすぎますと筒がピュッと上がって寄りかけを止めるんですよ。そんな具合で、糸が強さというか太さを調節しながら糸が出来上がってくる、そんな仕組みになっている機械でございます。はい、ありがとうございます。ご覧になって分かりますように、糸の太さがね、ちょっとムラがあると思うんですね。風合いがあってよろしいんですけども、まあ、今我々がこうやって着てるようなシャツにはとても使えないです。なんですけども、民芸品のようなものをね、使っているところではね、まだ愛知県でも2社ほどこれをね、使って頑張っていらっしゃるところがあります。はい、これがね、5つ目、ガラ棒機のご説明になります。はい、じゃあ続きましてね、6番目、豊田式木製食器、まっすぐお進みください。続いてですね、お二人のお二人のお二人のご説明になります。お二人の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 お二人。江戸時代になりますと、高畑っていうのは聞いたことありますかね。高い機械というふうに書くんですけども、ここに腰掛けてですね、ちょっと機械らしくなってきた機械、で、足でこの開口をして、この火というものを、手でですね、投げ入れて横糸を通しておりました。はい、ところがですね、非常にこれ手間がかかったんですね。やっぱり世界中考えることは一緒で、ヨーロッパの方で、フライシャトルというのが発明されました。それをですね、まあ、従来手で投げ入れてた火という部品を、この紐をピュッと引くと、この動力でもってピュッと押してくれる、こういったものが発明されました。で、ヨーロッパの方で勉強した日本人が持ち
して、日本に普及されたものも、気候は一緒なんですけども、バッタ酒場だと言います。これが、ね、非常に普及したんですね。ところが、この時もですね、足をまず両足使うんですよ。で、右手でこれを見て、左手でこの大さを手間にかかってやらない。両手両足使う必要があったんですよ。ちょっとね、これ自分もやろうかと思うんですけど、かなり難しい。準備をよくやらないといけないんですが、そこで、発明3分間の時が必要なので、木製リモート商品になります。それがね、この大事な品物を、ちょっと実現してみますよ。佐吉が23歳の時に発明した豊田市木製品の一つでございます。これ以前の商品はこちらのタットルと呼ばれる横糸が入った木のケースを縦糸の間に両手で投げ入れ横糸を通していました。そのため両手と両足を使う大変コツがいる難しい作業でした。しかしこちらの商品は片手と両足で簡単に引き上げることができます。それでは実演いたしますのでご覧くださいませ。それでは皆様、こちらのシャトルの動きに立ってみてください。ご覧いただけましたでしょうか。両側の手には桜を飛ばしています。それではまず、布を織り上げる3つの要素をご紹介いたします。まず、足元の踏み切りを振り返ると、縦糸が上下に開きます。これを漢字で裏付きにと書いて開口と言います。続いて開いた縦糸の間に横糸を1本通します。これを横入れと言います。そして最後に通した横糸を口のような音でこの間を知っている押さえ字を行います。そのように開口、横入れ、押さえ字、3つの要素を繰り返して布を上げていきます。こちらは機械化された現在でも変わらずに行われています。それでは続いてシャトルの飛ぶ仕組みについてご紹介いたします。まず足元の踏み切りを踏み替えると、縦糸が上下に開口する動きと同時に上のローラーが反対にいたします。ローラーの左右には白い紐がつながっており、その先には小さなストッパーがついています。足元の踏み切りを踏み替えると、ストッパーが左右交互に上下に動きます。ストッパーが回っているときにこの重さを使って、ストッパーにレバーが当たり、この動きが当たりに伝わり、裏側のシャトルを飛ばします。反対側も同様です。ストッパーにレバーが当たり、その動きが当たりに伝わり、裏側のシャトルを飛ばします。それではもう一度実演を行いますので、サプレが立つ仕組みにご注目くださいませ。それでは先生はこちらの初めに最初のトップをお伝えいたします。生産性は以前に比べ約4割から5割向上いたしました。こちらまでが豊田市木製品の品がご紹介いたします。ありがとうございました。引っ張ると抜ける。
で、繊維の方向は通ってるんですけども、まあ、引き裂きとこんな風にまだいろいろ絡まっていると、こんな状態のものになります。その後ですね、ここ、ベンズということで、ところで先ほどのスライダーと呼ばれるものをですね、ここで混ぜるんですね。混ぜて、またさらに繊維の方向を整えます。その後で、この粗合器という粗合器というもので初めてね、撚りをかけるんですよ。撚りをかける、一点に撚りをかければいいんですけども、まあ一点でと切れてしまうものですから、これ徐々にまず粗く撚りをかけるという機械がとても粗合器になります。そして、最後に粗合器という機械で一度最後に7番目のですね、スーパーハイクラフト製造機というのは、先ほどご紹介からかの粗合機という工程をなくした機械になります。それがですね、こちらの機械になります。と近代化産業遺産というマークがね、ありますね。粗合工程を省略して、要は合理化しようとしたわけでございます。真ん中に、このスライバーというものがセットされていまして、これでね、もう出来上がってここに巻かれた糸は製品です。どんな風に回るかというのをちょっと実演でご覧いただきたいと思います。お願いします。こんな風にね、高速で回るんですね。この部分で繊維をね、引き伸ばしております。で、ここで寄りかけと巻き取りを同時に行っている機械でございます。で、先ほど申し上げたように、粗合機という工程を取り除いております。それはですね、実はこの部分でございます。はい、ありがとうございます。ではですね、よく聞かれるんですね、こんな素晴らしい合理的な機械だったら現在も使ったらいいじゃないですかというふうに言われるんですけども、残念ながらですね、今これはあまり使われておりません。理由はですね、いろいろあるんですけども、一つはですね、やっぱり一点に引き伸ばしをするもんですから、一つ一つであんまりよろしくなかったんですね。で、これ作られたのは昭和16年、まあ、つまり戦争が始まろうかというようなタイミングでございます。でしたので、まず品質よりはたくさん物が欲しいということで、その時代にはマッチしてたんですね。ただ昭和30年代以降になりますと、やっぱり皆さんいいものが欲しいじゃないですか。そうなりますと、まあ、これはあまり使われなくなったと。もう一つですね、やっぱこれ無理にやろうとすると、温度とか湿度の調整がものすごく難しかったんですよ。これもやっぱり使われなくなったっていうのは一つ。もう一個ありまして、このスライダーというものがですね、機械の真ん中に置かなくてはいけないんですよ。だからこれをですね、よいしょっとこう持ち上げてこう交換するのって結構大変じゃないですか。これも使われなくなった理由の一つでございます。はい。で、さっきからですね、ちょっとここら辺をしびしびとご覧になっているあのお客様がいらっしゃいます。なんて書いてありましたっけ。2601って書いてありましたね。これは何だろうということなんですけども、あの型式ではないんですね。あ、ちょっと見えない方、こちらの方に回っていただきますと、トヨタオートマティックルームワークス2601って書いてあると思いますけども、これね、あの昭和16年のお示してるんですよ。西暦だと、1941年になりますけども、この2601っていうのは後期っていうやつですね。はい、日本の暦です。神武天皇が即位した年を元年として、それがね、紀元前660年だったんですから、そちらの方を書いてるんですね。西暦っていうと当時の一国の考え方があるんですから、そんなものを書いてる。あの表示にやっております。はい、これがですね、7番目の展示物でございます。ではですね、ちょっと次、8番目に行こうと思うんですけども、今日はちょっと雨だもんですから、先にですね、9番から10番の方に進みたいと思います。ちょっと距離歩きますけども、こちらの方にお進みください。どうぞこちらの方でございます。
がります。先ほどのですね、スーパーハイドラフト製帽機というのを作ったのは、豊田喜一郎という人でございまして、彼は豊田佐吉の息子でございます。豊田喜一郎という人はトヨタ自動車を作った人といった方が分かりやすいかもしれません。ところがですね、今ご覧いただきましたように、繊維機械の仕事を最初はしておりました。で、彼がですね、その最新の繊維機械、繊維産業の様子を勉強するために、アメリカあるいはヨーロッパに旅行したんですね。その時に見たのが、もう日本よりはるかに進んだモータリゼーションでした。そこで帰国した豊田喜一郎は、やっぱり日本人が乗る車というのは、日本人の車で作りたいなということを考えるようになりました。それで、自動車工事に、着手したんですね。はい、どうぞこちらの方にお進みください。でですね、今日は特別だもんですから、出口の方から入っちゃいます。はい、じゃあどうぞまっすぐお進みください。どうぞこちらでございます。はい、こちら車がね2台並んでいてですね、今日新聞ご覧になった方いると思いますけど、昨日はねちょっと雨が降ってなかったもんですから、走ってる姿をですね実際ご覧いただいたんですけども、今日は雨ということで残念ながら室内待機ということでこちらに展示をしております。ご紹介いたしますと、後ろにあります緑色のトラック、あちらがですね G1 型トラックと、こちらですね、発売されたのがですね、1935年、結果的にはですね、トヨタが一番最初に市販した車になります。はい、ところがですね、最初はですね、この黒い車を作ろうとしてたんですね、乗用車を作ろうとしてたんですけども、時の政府からトラックを作ってくださいということで、急遽こちらを作った車になります。非常にね、かっこいいんですけども、トラブルが多かったんですね。もちろん、すぐに改良して、品質第一、それからお客様第一という考えを豊田に根付かせた車でもございます。で、ご覧になって分かりますようにね、当時の車、室内とか荷台なんかにも木がね、いっぱい使われておりました。はい、こんな車が、あとね、ブラシ何の種かって分かります？当時はね、道路舗装されてないんですよ。小石が一杯落ちてました。で、それをゴールでタイヤで踏んづけますと小石がポンと跳ねることがあるんですね。そうすると当時は人、それから馬なんかもね、たくさん道路にいたんですよね。その馬なんかを驚かさないようにということで、この石の飛び跳ね防止で法律でね、義務付けられた、そういった法律だったそうです。ところがね、その法律2年ぐらいでなくなったので、あまり効果がなかったのかもしれません。で、これを発売した後に出てきたのがこのトヨタ型、トヨタ AA 型乗用車になります。こちらですね、トヨタの、一番最初に市販した乗用車になります。ちょっとね、今いつもよりも近くで展示しておりますので、室内なんかもご覧いただけるかと思いますけども、リアシートがね、非常に広くなっておりまして、パッと見た感じもそうかもしれませんけど、当時はね、高級車でございました。当時の価格で言いますと、3350円。その当時の、大卒の初任給が、から換算しますと、1000万円以上の高級車だったというふうに聞いております。はい、このねフロントのマスコットのところの丸の中にトヨタというふうに書いてあるのがご覧いただけますかね。
はい、こんなのが、トヨタが市販した、乗用車になります。これがですね、丸10番になります。はい、じゃあ続きましてね、丸8番の方に行こうと思いますので、ガイドツアーの方、こちらの方にお進みください。どうぞこちらの方でございます。ガイドツアーの方、どうぞこちらの方へ。どうぞこちらの方でございます。はい、今度は出口から出まして、入り口から入っていこうと思います。こちら、あの左手の方へお進みください。どうぞこちらでございます。どうぞこちらの方へお進みください。右手の方に入ります。はい、こちらがですね、8番この1、材料試験室になります。今日ね、ちょっと雨の都合で先に、車を見ていただいたもんですから、あまりしっくり来ないかもしれないですけども、車を作るには特殊な鉄が必要だったんですね。例えば足回りなんていうのは簡単にポキッと折れてしまっては困りますし、エンジンには熱に強い部品がいりますので、そういった特殊な鉄が必要だったんですね。ところが、その特殊な鉄を作る会社というのは当時の日本ではありませんでした。そこで豊田金長は自分の会社の中にですね、こういった特殊鋼を作る部門を作ったんですね。その名残が今の愛知製鋼という会社なんですけども、こちらの材料試験室はですね、そこの愛知製鋼で使ってた、この床ですとか、あとは針、屋根、この辺りをですね、部分的に移築して、展示しているところでございます。当時の状況がですね、後ろの壁に写真にありますので、非常にこの今の展示と近いということがご覧いただけるかなというふうに思います。はい、まあ、世の中にない方は鉄材料の方から作っちゃえということで、用意したこんなところから始めていたんだなということを感じていただければよろしいかなと思います。はい、じゃあ続いて出て右に上がります。はい、右に出たらちょっと左に寄って、ちょっと大丈夫かな。はい、はい、これ、丸8番のその2でございます。試作工場、トヨタ車が初めて生まれた場所というのもですね、同じく愛知県刈谷市の、愛知製鋼の中にありまして、その試作工場は現在でも残っていて、申し込みいただければご覧いただけるんですけども、やはりここもですね、そこから部分的に移築をしまして、展示をしている展示場でございます。まあ、初めてはですね、試作工場ですから板金などは手作りでやっておりました。はい、これから、これがね、試作のモデルでございます。先ほど見たね、実写の非常に近いかなというのがお分かりいただけるかと思います。はい、こんな雰囲気の中で、これからですね、コツコツと生まれたんですね。もともと、当時はですね、今でこそですね、まあ、なんかクラシックカーのようなデザインだと思うんですけども、当時はね、最先端のデザインで、まあ、流線形というような呼び方をしておったデザインでございます。はい、じゃあ続きましてですね、時間も迫りました。流線形。今の方へ行こうと思います。流れる。ちょっとね、これから今回の方が、傘を用意しておりますので、ご安心ください。ちょっとここからですね、水に出てまいりたいと思います。
いろいろ具合が悪いところがあってまだまだこれは世に出せないということでまたさらに研究を続けたんですね。でその研究を続けた場所がまさにこの、建物になります。もともとここに建てられたものではございませんで、当時島崎町というところ、今でいうところの名域ですね、名域のあたりに建てた建物をですね、まあ、これ貴重な遺産だということで、移築してきましてここにずっと展示をしております。1階はですね事務所になっておりまして、2階はですね和室の少し人が泊まれるような、なんて言ったらいいですね、昔の学生アパートみたいな感じの、部屋が残っております。展示物はね何もないんでちょっと今日お貼りいただくのはやめとこうと思います。はい、じゃあ続きましてですね、最後トヨタグループ館ご案内しようと思います。どうぞこちらの方にお進みください。ここまでは本物の石なんですよ。で、こっからはコンクリートなんですよ。なんですけども、見分けほとんどつきませんよね。これ、コンクリートを石に見せるために、の工法でね、擬石工法というのがあります。伺う石の工法。どうやってやるかっていうと、コンクリートにですね、小石を混ぜまして、まあ、まずここ塗るんですね。その後でちょっと水で表面をこすりますと少しだけこういった小石のブツブツができてですね、このように本物の石のように見えるということで当時大変流行した作り方で装飾方法でございます。できたのが1925年ということで、実は1923年に関東大震災があって、それからコンクリート作りというのが全国的にわっと広まっていったんですけども、その我が国にこのコンクリート作りのものが建物が広まった当初初期の建物ということで、これ非常にやっぱりこれも貴重ですよという建築学会の、お話から、これも近代化産業遺産に、認定されているものです。はい、ではですね、早速中に入ってまいりましょう。
さぞかし入るときは緊張したかなと思いますね。はい。
ですか、雰囲気は。なんか偉くなった気分がしますかね。はい、じゃあ出ていただきまして、最後ですね、ちょっと小さな扉があるんですけども、こちら、ちょっとまっすぐこちらへ出ていただければ、つながっておりますので、こちらもね、ちょっと狭いので、皆さんどうぞ、順番にお入りください。こちらね、応接室でございます。まあ、役員も、ね、お客様をお出迎えて、いろんな話をされたところですね。本日すぐ部屋でございます。まあ、これ、今私、とてもこう軽く上げましたね。こんな古い建物ですけども、こんなに軽く窓が開くというのはですね、実は仕掛けがございます。この中にですね、重りが入っておりまして、軽い力でスルスルスルと、動くようにですね、仕掛けがしてあるんですね。はい。忍者病ではございませんので、この他には仕掛けはございませんけども、まあ、こんな工夫を、がされた建物でございます。はい、ということでですね、ちょっとすみません、再度になります。これでですね、少し時間がオーバーしてしまって、大変申し訳ございません。皆さん、大変にね、温かい目で見ていただくと思うんですが、私からのこのガイドツアーをですね、これにて終了とさせていただきたいと思います。皆さん大変なご協力どうもありがとうございました。